こんばんは。こんばんは。これ謝るふり。あの謝罪会見じゃないです。はい、ニコニコプロレスチャンネルのさすらです。三浦です。はい、します。本日はですね、ありがとうございます。本日はニコプロから重大発表ということで、はい、ございまして、はい、いい発表がございまして、いい発表なんですね。はい、チャンネル閉鎖ですか。じゃあもう一回謝ります。すいません。今月で終わってしまう。そんなことはないですね。はい。はい、ですね、今昨今新型コロナウイルスの影響でですね、はい、なかなかニコプロもあの新規の大会中継がね、あの放送できない状態が続いて、まあ徐々に今興行再開してますけども、このニコプロその状態でも手をこまねいてるわけではございません。ないです。はい。水面下で。まあ、こまねいていたんですけど、はい、いましたが、はい、こまねいていましたが、はい、水面下で一応動いておりました、はい、ニコプロも見えないところで動いておりました、暗躍しておりました、はい、で、まあ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 、本日、まあまあまあ、ようやくそれが発表できる段階であります。発表しましょうか、はい、発表しましょう、ニコニコプロレスチャンネルがこの度テレビマッチを開催いたします。ありがとうございます。しかもですね、男子部門女子部門で2大会、はい、開催します。2大会です。2大会です。2大会。で、この大会をですね、まあ、どういう形でやろうかといろいろ検討した結果ですね、はい、まああの男子は男子で、男子のあるプロレスラーの方にプロデュースしていただこうと、はい、で女子大会女子大会で、女子プロレスラーの方にプロデュースしていただこうと、はい、こうなりまして、で問題はですね、誰にプロデュースしてもらうかですよ。そうですね、はい、やっぱりいいカードが欲しいと。そう、いいカードが欲しい。あのそれなりに力を持ってる方にお願いして、はい、いいカードを組んでいただきたいと思いまして、今日はですね、そのプロデューサーの方に来ていただいてます、はい、なのでそれぞれ早速呼んでください。男子プロレス部門のプロデューサーからまずお呼びしたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、この方です。この方です。どうぞ。はい、男子部門の大会のプロデューサーであります。あ、通り過ぎた。座ってください。はい、鈴木。座ってください。映らない。映らないから。鈴木まで言っちゃった。、はい、鈴木秀樹選手です。昨日も出ました。昨日も出たぞ。昨日や一緒やってくれよって。そうですね、まあ、思いますけど。そんな感じですが、まあ、いろいろ言いたいことはありますよ。何でしょう。今ちょっと言ったんですけどね、はい、あのニコプロ初だってやったら自分たちでやれと、はい、最初から人に頼むなっていう。いやいや、もう僕ら力のないメディアですから、ここはもう秀樹さんのお力をお借りして、うん、ぜひともやらせていただきます、はい、まずギャラの話から。まあまあまあ、 秀樹さんに最初お話を持っていた時は、はい、まずギャラはいくら。そうですね、そこでね、紆余曲折ありましたね。ありましたね。一体いくらなんだと。けんけんがくがくのものがありましたね。そうそうそう、まず金の話してくれた。まずありましたね。とっくめ寸前でしたからね。そうですね、あのルノワールでね。ルノワールでそうですね。禁煙席ありますから、なくてね、喫煙席に案内されて。もう殺伐とした話ですけど。殺伐とした、はい、なんとか収まりまして。収まりましたね。はい、秀樹選手に、はい、受諾していいただきました。はい、はいはい、でこの話を聞くとき、なんか秀樹さんの時にこういうのやりたいなっていうのはちょっとあったんですか。いやー、やりたいなっていうか、面倒くせえなと思いました。身も蓋もねえでございます。はっきり言って面倒くさい。やっぱりなんですか、これ見てる方が楽ですよね。もう実際僕なんてこうカードの提案とかしたとか、はい、その、まあ、プロデュースって言ってもそこまで全てじゃないので、はい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 、でスタッフの方手伝っていただいたんですけど、はい、興行ってやっぱすげえなと思いますよね。しかもそれを巡業でやるなんて、もうやり面倒も出てるだけでいいやみたいな。ほんと大変さが分かります。そんな秀樹さんもね、はい、あのハードヒット佐藤ヒカル選手がやってるの大変だなって言ってましたけども。そう、ヒカルさんだからよくやりますよね。だから僕いつもあのハードヒットはあの試合あるじゃないですか、はい、で終わった後に全部終わってヒカルさん帰ってきて、はい、でそこであのギャラをね、はい、お支払いのいろんなあるんですけど、はい、で僕もう一番最初に行きますからね。お金くださいって言って。大事です。そんなこんなで、はい、受けてもらったんですけども、はい、じゃあ大会コンセプトとしては、はい、なんかあの秀樹さんからね、はい、若い選手を使いたいと。そうでしたっけ。そういう話でしたっけ。はい、そういう話をいただきました。はい、ニコプロスタッフの方で、はい、まあ、今各団体にいる若手選手をこう、うん、そうですね、はい、ラインナップしていただいて、はい、ラインナップをリストアップして、はい、その中から秀樹さんがこう気になる選手とか見たい選手を主に中心に組んでいただく。そうですね、でもね、はい、今日後でラインナップ発表するんですけど、はい、多分全員1回ぐらいは見たことある、まあ、もちろん複数回もあるけど、うん、複数あの1回は必ず見たことあるか、うんうんうん、ないかってしますけどね。メインの片方は見たくないっていう。なんとなく分かっちゃいます。分かりますか、ね、出てくるやつが分かってしまう。その中で
いろいろこう、はい、どういう組み合わせが面白いかっていうのをこう考えて。そうですね、はい、はい、じゃあ早速カードの方を、カードを発表しますか。はい、発表しますか。まずこれなんか、はい、出ます、はい、カード一覧が。あの順番に僕が全部言ってきますか。じゃあそうですね、最初にじゃあ発表してもらって、だって最初にドーンと出たのに僕発表したくていいですもんね。で言っていただいて、じゃあ行きましょう、はい、はい、じゃあ発表します。じゃあ第一試合からいきましょう、はい、はい、第一試合シングルマッチ10分一本勝負、平田智也選手対本田龍樹選手、はい、はい、後で出ますからね、後で出ます、はい、はい、で第二試合シングルマッチ10分一本勝負、アレハンドロ選手対、花見達也選手、第3試合シングルマッチ10分1本勝負、エル・リンダマン選手 VS、武田浩二選手。なぜここだけ VS って言っちゃいましたね。ちょっと緊張しますね。今日緊張しますねこれね。珍しいじゃないですか。もうあと言うのやめますか。やめてください。また2試合出れば分かるから。あと2試合大丈夫ですか。セミファイナル全5試合ですから。セミファイナル、シングルマッチ15分1本勝負、金平大輔選手対、佐藤嗣孝選手、はい、そしてメインは以下の通りです。じゃあ以下の通りメインは、メインは、はい、シングルマッチ20分1本勝負、はい、安倍、これなんていうのかな、安倍態度、あ、違う、安倍文則さん、はい、対、吉田彩人選手。安倍文則だけ安倍文則って言いましたね。安倍文則さん出しました。こちらでございます。全部シングルマッチございます。はい、はい、どうですか。まあ安倍は欠場するかもしないです。させるかもしれませんけど、はい、はい、一応ねメインやっぱ秀樹さんプロデュースですから。まあこれメインから決めましたからね。そうですね、はい、まずメインありきで考えます。メインを決めた理由はただ見たい。そうですね、私が見たいと。ああそうですね、はい、今安倍文則選手はバサラのシングル王者ね、はい、ユニオンマックス。吉田選手は次期挑戦ですか。はい、2A のシングル王座に挑戦が決まっている。あのつるんとした人に挑戦する。つるんとした、はい、あのこうやる、あれ出てないですけどね。そういう人に、はい、はい、全部シングルマッチです。そうです。なんで組んだか、はい、めんどくせえからです。タッグマッチとか。わかりやすいですけど。いやまあまあ、あの半分本当なんですけど、はいはい、ただまあもう半分はだいたいこのなるべく若い選手、まあもちろんこう今それぞれの所属団体とかフリー選手でも、はい、あのいろんな団体でメインも張る選手もいるし、はい、まあでも張らなくてこう下の方でやってる、まだアンダーカードやってる選手もいるんですけど、多分まあタッグマッチが割と多いと。そうですね、はい、いわゆる自分のところの団体ではまだタッグマッチとかが多分多い、はい、まあ全員じゃないですけどね、はい、多い人で、今なおかさらこのちょうどこの時期に、まあ今これからさっき説明、さっさんから説明ありましたけど、はい、だんだんプロレス興行が再開今してき始めて、でお客さんも入ってきて、はい、で今日ですか、もう解除されてステップ3になって、はい、まあ多分おそらく来月ぐらいにはまたこう拡大とか、はい、いろいろ出てくるんですけど、またそうなってくるとな、それはそれで、多人数の試合が多くなって、うん、別にそれが悪いわけじゃないですかね、はい、純粋にこう1対1の試合を全部やってみたいと。まあハードヒットのパクリ感は、ヒカルさんごめんねって。ライブさん、言っときます。でも、ハードヒットたまにタクマじゃん。ありますか。そういうので選びました。はい、シングルで見たい。お、なるほど。シングルで見たら、うん、ちょっと面白そうだなっていう選手もいますからね。まあ、阿部はちょっと分かんないですけど、あとは、はい、あとの方はもう期待をしています。はい。はい、どうですか、このカードは、いろいろ最初の案、大体結構スムーズに。でも、早かったですよね。はい、これだってそんな1時間かかってないですよね。そうですね、だからメインを最初にバッと決めて、メイン決めて、はい、そっから大枠みたいなのって10分15分ぐらい決まって、まあ、ちょっと多少のコアはありましたけど、はいはあ、ほとんど決まって、だからある意味希望通りのカードが比較的並んだと思うんですけど、はい、満足度というかプロデューサーとしていかがですか。そうですね、はい、まあ厄介なことを押し付けられて。まあ一応着地したんでよかったなと思います。そうですね、まあでもでこれ試合が終わらなければ着地しないので、はい、はい、ですが、じゃあ放送日の方を発表しているんですね。このテレビマッチ鈴木秀樹プロデュース興行なんですけども、うん、放送しません。放送します。放送日はもう決まっております。6月28日はい、6月28日放送となります。628放送です。何かの日ではないですね。何かの日、猪木ありの2日後ぐらい。あ、なるほど、そういうのとかは分かんないですけど、はい、628放送する、はい、放送しますので、はい、
ぜひその日に来ていただければ、はい、ぜひ見てください、はいはい、まあメインはもしかしたらこう片方しか出てこないかも、出てきます両方出てきます、はいはい、私は出ませんそうプロデューサーでありながら、はい、ピーさん試合出ないとこれなんで出ないかって大体予想すればわかりますか予想すればわかりますで手で出しちゃって手で出しちゃ言わないですよ手で出しちゃそんなことないですよ、なんことない、若い人たちでやる中に自分が入ってたら、そうそうそう、今年初老を迎えましたから2月に初老を迎えしまった、一応あのスタッフサイドとしては秀樹さんにもぜひ試合をしていただきたいんですけどと、本当ですかスタッフサイド、どうしていただきたいんですか、じゃあもう一回ギャラの話からいただければ全体の予算があまりにも失敗のでしょっぱいで思いました、これ大会全体がもちろんね、こう終わった後に最後私の方から MVP、はい、まず、はい、これまあ1人ですね、はい、ベストバウトじゃなくて、はい、で1人、それから1選手、ね、はい、MVP でもう1人は一番しょっぱかった選手、お、スタッフ等に出したいと思います、やっぱ背筋、僕らの背筋も伸びますね、そうそうそう、動きしたから収録支えた時しょっぱかったらちょっと危ない、なるほど、はいはい、はい、ありますので、はい、ぜひそれも含めて楽しみにしていただきたいと思いますんで、嫌がって当日来ない人、まあ、いたらもしかしたらただただずっとリングを流してレズ誰もいないリング、誰もいないリングで映像2時間ぐらい流れると思います、はい、大丈夫です、はい、各選手すごい試合してくれると思いますすごい大まかに言いましたね、大まかに言いました、すごいいい試合してくれる、これはいい試合、ハードルを上げておきましたんで、はい、ぜひ6人8人ご期待いただければと思います、見ても文句言うなと最後に秀樹さん一応カメラに向かって見どころのバシン見どころですか、 PR 今言ったから、まあ、聞いてない人はねもう初めから聞く気がないからもう一回見直してみろと、なるほど、はい、もう一回見ろと、まあ、そうなんですけど、これどのスポーツもそうなんですけど、やっぱりこう新しいものを、まあ、スポーツに限らずですかね、新しいものを作っていくのはよく昔から言われてますけどね、はい、若者バカ者よそ者とありますので、私は割とこう若者じゃないですけどよそ者でバカ者なんですけど、若者に、まあ、一人一部バカ者あ一部じゃ結構いるだろうみんなみんなその3つに入ってるので、ね、3人3つ入ってますので、はい、でもこの新しい人たちが作って、で、この人たちが最前線でメインイベンターになって、はい、ぜひ僕のねこの世代、まあ、僕キャリアとか年齢とかいろいろ分かれてると思うんですけど、はい、僕らの世代の人を全部まあ追い抜いてこの人たちで中心になってもらいたいなと、はい、そういうこれは面白くないですか、いやいやいや、もっとなんか悪口言った今日は大丈夫ですか暑いからマスク外していいって言ったら、じゃあなんで初めからマスクしたんだよって、熱中症の方がコロナウイルスより危ないのかって思いませんでした、思いました、皆さん思いませんでした厚労省が言ってるんですよ、マスク外していいんですって、暑かったら、ね、バカバカしいですよ、はい、ね、はい、という怒りを、怒りを試合にぶつけて、激しい試合になればいいんじゃないかぜひお楽しみに、はいはい、この後、さらにすごい人が荒々しく登場しますお楽しみに、はい、以上、男子プロレスのプロデューサー鈴木隆選手でした、ありがとうございました、それでは続いてですね、女子大会のプロデューサーを紹介いたします、はい、ニコクロテレビマッチ、初のテレビマッチをプロデュースに選んでいる女子レスラーはこの方です、はい、映りましたね、誠選手です、ありがとうございます、そして松澤さんにも来ていただきました、お、椅子を、椅子を、椅子を、はい、椅子を、はい、よし、あ、プロデューサーが並んでいる、プロデューサーが並んでいる、はい、というわけで、緊張してきた、ニコプロテレビマッチをプロデュースしていただくんですけども、はい、まずニコプロからこういう話が来た時はどう思われましたか、なんか私勘違いしてて、はい、私の試合だけ、はい、試合だけプロデュースさせていただくのかなと思ってたら大会丸ごとでとてもプレッシャーだよね、プレッシャーです、はい、そうですね、はい、誠に無茶な無茶ぶりで申し訳ないんですけども、はい、まあ、やっぱりニコプロは各いろんな団体を放送してるんで、はい、ある団体に所属している選手とかよりもやっぱフリーでいろんな団体で活躍されている選手にお願いした方がいいんじゃないかなっていう感じで、男子は秀樹選手、そして女子は誠選手にお願いさ
させていただいたんですけど。ありがとうございます。はい。で、誠選手もいろいろそうやって、なんかこう大会自分の中でその全試合決める中でこういうのをやりたいなみたいなのありましたか？こういうの。はい。こういうのと言いますか、やっぱり私にゆかりがある方。はい、おお。まあ、絶対呼びたいと思って、あとその中でも私のことを私のツイッターをフォローしてくれてる人だけそんなに声かけました。そんなコンセプトが実はあったんですね。ありました。秘密ですよ。というわけで、そんなコンセプトで決められた、はい、対戦カードですけども、全5試合、じゃあ誠選手の方から発表をお願いします。はい、はい、読み上げていただけます。はい、上から、はい、いいですか、はい、第1試合、はい、チェリー対谷井桃、第2試合、さき対小夏、第3試合、本間たえ対さえ、セミファイナル、米山香織 with松沢さん、バーサス松本都、バーサス夏すみれ、スリーベイです。すげえ。そしてメインイベント、誠、はい、アスカ、小林果歩バーサスリホ、中森花子、シュリ、予算違うんじゃない。同じでございます。はい、そのカードは全部こちらです。はい。わあ、はい。かわいい。すごい豪華な。はい。華やかですね。華やかです。名前だけで、はい。お、メインすごいって嬉しい。宮古いらんって書いてある。やっぱり。間違えた。じゃあ次は誠選手に各試合の見どころをちょっと一言。見どころ。はい。そうですね。第一試合は二人に共通点があるんですよ。何か分かりますかね。コメント出ますか。あ、でもタイム、あ、消えちゃった。答えを言われてしまいました。まさかの当たり。あー、答えがボケたつもりの。すみません、くだらなくて。さくらんぼ対桃のフルーツ対決です。トロピカル。夏なので、オープニング夏で、オープニングなので、オープニングらしい、オープニングマッチです。はい。で、第2試合、はい、小夏対咲さんなんですけど、小夏は今は名古屋に愛知にいるんですけど、もともとは私がデビューさせた子で、後輩で、経験を積んでほしいなと思って今回呼びました。なんか私、昔の私にすごく似てるみたいなことをよく言われるので、そこも見どころですかね。はい。で、対戦相手のさきさんは私がよく試合したり組んだり戦ったりしてて、あとアクトレスガールズさんのカラーズ部門の代表でもあるので、とても信頼してる方なので、今回受けていただきました。この夏頑張って。では第3試合は、本間さん対さえさんですね。さえさんももともと同じ団体で、今は愛知県で頑張ってるんですけど、多分見たことない方もいるんですかね、小夏とさえさんは。さえさんはとっても身長高くて、あと色白で胸もあって私からしたらちょっと商売敵なんですけどやっぱり同じ団体のよしみで今回経験を積んでもらおうと思って呼びました。対戦相手の本間さんは、本間さんもすごくしっかりしてて、しっかりしてる方で、後輩ですけど頼りになる方なので、本間さんに対戦相手をお願いしました。そして、ね、問題のセミ、あ、問題、セミ、はい、セミなんで行くんだろうか分かんない、どうしようなんで信頼して、米山さんに。あ、そう、宇野山さんは今の私には欠かせない選手で、コースともにお世話になっております。で、松澤さんも今は欠かせないマネージャーなので、はい、どうしても試合に組み込みたくて、宇野山さんとウィズタッグじゃない、ウィズで出てもらうことにしました。夏さんは綺麗なお姉さん枠です
そんな枠があったんですね。はい、あの以前夏さんの自主興行で私も呼んでいただいたので、そのお礼というかお返しというか、はい、でもう一人はなんで呼んだのかちょっと記憶にない一番ゆかりのある選手を呼ぶっていう、そう、そう、それで仕方なく、あ、今回あの声かけたかった方も、声かけてダメだった方とかもいて、もうちょっと、はい、タイミングが合わなくて呼ばなかったわけじゃないので、お許しください。はい、とりあえず松本美也子さんをあのボコボコにしてもらえれば私は。なるほど、宇野山選手と夏選手と松田さんで、はい、宮子選手をボコボコにしてもらえる、3対1で。あ、そうだ、松田さんなんか意気込みとかある？はい、今回誠選手のあの興行ということで、本当はイケメンレスラーを呼んでいただかったんですけど、まあ、今回は仕方がない、申し訳ないです、はい、ただ、今回米山さん、尊敬する米山さんには大変お世話になってますので、その手助けということであの参戦させていただきます。で、松本美也子さんをぜひ誠選手に悪さをしているので、ぜひギャフンと言わして松本美也子さんを退治したいと思います。なるほど、はい、お、期待してます。よろしくお願いします。待て、はい、メインですね、メインですね、はい、メインは分かりますか、分かりますか、違う、あの見て、あの私のことを見てくださってる方には分かるメンバー人選だと思うんですけど、はい、私の過去と今ともしかしたら未来も、なんだろう、交差しているというか、なるほど、はい、そういうカードにしてみました。どうですか、すごくないですか、メンバーメンバーすごいですよね。やっぱりまあ伊保選手はね、はい、ユーズも数だったりか、まあ、マド選手のレスラー生活の人生を考えたら外せない選手で、外せないですね、はい、リホさん、リホちゃんは私のデビュー戦の相手なので永遠のライバルで す, そうです、ね、だから、はい、あの対戦相手にまずリホ選手がいるということはあるで、はい、アスカ選手は現在パートナーですが、タッグパートナーとして組む機会が非常に多いです、ね、そうです、あのラスエゴっていうユニットを組んでて、はい、ね、はい、いちごちゃんです、いちごちゃん仲間です小林カフ選手はもうそれこそ、まあ、過去にいた団体とかでも絡んでますし、今いる、今主戦場にしてる団体でも結構、そうです、よく関わりますよね、うん、試合で後輩です。でその3人で組むということで、まあ、そうです。で相手のリホ選手側には花子選手と朱里選手を入れたのは、あ、はい、そうですね、あの朱里さんはもともと同じ団体です、知ってるかな、スマッシュっていう団体から一緒で、はい、レイナーまで一緒でしたよね、はい、で中森さんは、マカ不思議っていうタッグチームを組んでるんですけど、今はちょっとお休み中ですけど、対戦相手にいてほしいなと思って、怖いですけどね、蹴りが蹴りがすごい人だった、朱里選手も蹴りとかが得意ですし、伊保選手はでも永遠のライバルですし、そうです、強力なチームと対戦することになりましたね、これは自分へのなんだろう挑戦、お、自分への挑戦、プロデュース工業なので、あえて自分への挑戦を出してみた、そっか、絶対勝てる人を選べばよかったね、頑張る、頑張りますよ、せっかくの機会なんで、はい、どうですか、あのいろいろさっきも言いましたけど、スケジュール的にちょっとダメだった選手もいたんですけど、はい、こうやって出揃ってみて、カードは、すごい豪華ですよね、見てる対戦カードだけですごい華やか、そうですね、はい、ご満足いただきました、プロデューサーとしてこれだけ組めたの、満足できたらもっと、そうですね、全員呼びたかった、そうね、ゆかりある方全員、ね、いろいろあのご事情がありますので、そんなのがあったんですけども、ぜひあのそれでもあの一般の選手にゆかりのある選手が結構、はい、揃っております、揃ってますので、ぜひぜひご期待いただければと思うんですけども、うん、なんかこうここで何ですかね、なんかこう一押しポイントみたいなのありますか、選手に、ですね、はい、第一試合はちょっとわからないんですけど、うん、全員なんか初対戦みたいな方が多いかなと、はいはい、他では見られない絡みがある気がします、うん、ここでしか見られない、はい、しかも先ほど言いましたけど、まあ、メインのカードは特にこう過去だけじゃなくてこれからまたどっかで絡む機会があるかもしれないですよね、各選手がそれぞれ、
なのでこの試合をきっかけに何か発展する可能性はあると、はい、発展してほしい、はい、願いも込めてという感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後には見どころというかポイントをこう PR していただければ。見どころはすごいですね、はい、メイン、おささの見どころはメインそのことです。そうですね、今も言ったんですけど、多分ここですか、この日しか、この大会ですか、関わらないような人たちがいる気がします。気がします。はい、メインだけじゃなくていろんな試合に、なので絶対見逃さない方がいいと思います。はい、この女子大会のオトップ選手のプロデュース大会なんですけど、放送日は、現在7月4日後、うん、はい、これちょっとタイプを詰めてますけども、4か5の放送を予定しておりますんで、はい、ご期待いただければと、よろしくお願いします、はい、思いますんで、はい、というわけで、ニコプロ今回テレビマッチ、2大会、男子の部は鈴木秀樹選手にプロデュース、そして女子の部は誠選手にプロデュースしていただくことになりました、それぞれ放送が予定されてますので、ぜひ皆さんご期待いただき、放送するんでご期待いただければと思います。というわけで本日は両団体のプロデューサーである鈴木秀樹選手と誠選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。なんで俺カメラの前に呼ばれてるの。すいません。そうだった。最後にすいません。最後にどうぞ。最後に T シャツ、誠T シャツ絶賛発売中です。これより面白いことできない。私に DM ください。皆さん DM しかも DM お願いします。さようなら。どうも、見てくださいね。ありがとうございました。放送しないかもしれません。放送します。